皆さんこんにちは、ターライフエッセイストの吉田由美です。吉田由美チャンネルの時間です。バイバイ。ということで今回ご紹介するのはこちらの車です。じゃーん、マツダの MX30 なんですけれども、なんとこちらの車の主査開発責任者の方は女性なんです。しかもマツダの元テストドライバーの竹内さんということで、竹内さんお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。いつの間にか、はい、あの開発責任者になっちゃって大出世じゃないですか。とんでもないです、ね、あ、じゃあちょっと前の方に来ていただいて、この MX30 見どころというかデザインのポイントをいくつかご紹介していただきたいんですが。そうですね、あのやはりマツダの鼓動デザインっていう哲学は踏襲しながらですね、はい、それもチャレンジャーですね。だって白、黒、グレー、シルバー、これ売れ線じゃないですか。そうなんですよ。で、その白をなくしたってすごくないですか。ちょっと挑戦なんですけども、ちょっとあえて封印してます。なるほど、はい、そしてこのライトとか、この辺がちょっとシャープだなと思うんですけども、フロントが。そうですね、やっぱり温かみのある表情なんですけども、しっかりと頼りになる、はい、たくましさといったところは、うん、意志の強さですね。あ、なるほど。これそうそう、そういえばこれ特別な車なんですよね。そうなんです。しかも、はい、100周年の車になります、はい、でこのカラーリング、はい、が特別な。そうなんです。このリアのライト、はい、リアのデザインもすごい可愛いなと思ったんですけども、ちょっと顔の表情がある可愛らしい感じですよね。プリッとした感じの表情で、はい、でかなりこう凹凸もあるし、
顔がなんかしっかりしてる、うん、ね、はい、そうなの、しっかりして割と可愛らしいけど踏ん張り感もあるっていうところがポイントかなと思います。意外と高いですね、ここの位置は。そうです、この前からの流れをここにもぐっと集約してここに集めてる。なるほど、だから思った以上にここの、あの最後のこのガラス面の下部分、はい、高めだなって今気づきました。はい、自動にしなかったけど、でもここにロックが、はい、女性でも大丈夫ですね。はい、大丈夫と思います。なるほど、それでつけた、まあ、つけると重さがねなっちゃうっていうのもあります。結構広いです。そう、私の荷物が入ってますけれども、これ中はですね、こんな、はい、そうだね、この100周年仕様は、うん、表情でボーズ のサウンドシステムが入ってますので、だからここに、はい、ボーズのウーハーが入ってますけれども、あのボーズサウンドシステムもっと広かったですね。はい、はい、なるほど、そういう違いがあるんですね。はい、でもこの高さでもね十分ですけどね。なるほど、じゃあちょっと中も行ってみたいと思います。あ、じゃあ一回切っていただいて、というわけで、はい、この MX30 のインテリアなんですけれども、はい、じゃあちょっとね、ここ、はい、エンジンかけます。はい、お願いします。うん、いや、ここのグラフィックがくるくる回るんですよね。そうなんですよ。私、あの、このグラフィック大好きなんですあの、どんなグラフィックが出てくるのか、いつもすごいワクワクして見てて。で、これ、下のところが丸くなって、こう、ポコポコ動く。はい。この動きがあるグラフィックって、こういうのって誰が提案するんですか？あの、デザイン本部のデザイナーと、それからメーターの設計実験と一緒に作ってます。うん、あ、そうなんですね。はい、で、このメーター系が割とアナログ、液晶じゃないんですね。真ん中は液晶にしてるんですけども、はい、やはり両サイドはアナログを残してます。なるほど。はい、それはこだわりですか？さすがテストドライバーさん。私が、実はですね、あの、うん、デザイナーさんからは、あの、液晶、全部液晶っていう提案もあったんですけど。今時な感じにね。そうですね。だけど、メーターはやっぱり計器、うん、あの計測器だっていうことで、ここはちょっと私のこだわりでアナログを残してます。なるほど。はい、それはやっぱり、開発責任者の方がやっぱり走り系の人だっていうところもあるんですかね。やっぱり視認性としてはアナログの方がいいです。まあ、あの液晶も、まあ、あの開発というかですね、はい、あの液晶も自由度はあると思うんですけれども、はい、やはりこう感覚的にアナログを残したかったっていうところが私自身ありまして、はいはい、そうなんです、ね、これ今暖房、大丈夫ですか？はい、はい、ちょっと、うん、音が、はい、あ、ありがとうございます。はい、このあたりはやっぱり全部液晶ですね。そうですね。で、あの基本的にはあの空調液晶にしてるんですけれども、タッチパネルにしてるんですけど、うん、あの日焼け止めの手袋とかですね、あの冬場の手袋とか、手が少し乾燥している時より、うん、あの大事なスイッチはあのきちんとプッシュスタあのプッシュのスイッチをご用意しています。なるほど、はい、あと一番の大きなポイントはこのシフトレバーじゃないかと思うんですけど、はい、これ結構デザインを思い切ってますよね。そうですね、あのスイッチでありますとか、まあ、中央に戻るタイプ、いろんな方式あると思うんですけども、やはりお客様にですね、しっかり今から運転するよっていう入り口の部分として、あのしっかり握っていただいて、ご操作の少ないシフトパターンをご用意したいなというふうに思いました。うん、お話の、はい、あのこの、はい、コルク、はい、調というか、はい、この機能そのものですね。これそのものなんですね。はい、天然のコルク使ってます。はい、はい、これのねデザインがすごいよくできてるなと思ったのが、こう開けたらここに収まる、はい、そうですね、この蓋になるっていうところですね。ねえ、これすごいよくできてるなと思いましたね。ちゃんとここになると隠れるんですよ、はい、ここが。そうですね。でここにボックスになって、はい、でこの下の部分はフローティングになって、はい、USB とかが隠れてる
感じですね。そうなんですよ。そしてここにエアコンの吹き出し口がバッとありますが、この私このねハザードここにあるのすごい、結構チャレンジだなと思いました。あの今ハザードすごいいい場所に置いてもらえるようになってますよね。私たちハザードやっぱりあの大事にしてますね、うん、走行中にもしものことがあった時にとっさに押せるところ、うん、そうですね、一応ここは結構守ってます。うん、はい、なるほど、はい、あとこの辺りの素材とかもすごいこだわってるんじゃなかったでしたっけ、はい、やはり車の中でこうくつろいでいただきたいっていう思いの中で、うん、車のインテリアでどうしてもプラスチックか鉄とか、うん、そういったちょっと冷たい素材が多かったんですね、はい、そういう中でやっぱり私たち素材を一つ一つ選んでいく中で、うん、こう見た目も肌触りも温かいものを選びたいということで、うん、今回広い面積にこのリサイクル材を使用しましたフェルト地を採用しています、うん、フェルト地なんですね、はい、なるほど。なんかこういうところがすごく温かみを感じるなと思いました。1個の素材使いとか、ね、はいはい、見えるところの使い方がうまいなと思います、なんかこの辺りでもちょっと高くないですか。こう高さが意外とあって囲まれ感というか包まれ感があるなっていう、はい、気がしますが、あと竹内さん的にこのインテリアのこだわりどころってどんなところですか、はい、お気に入りポイントとか。お気に入りポイントですね、うん、やっぱり温かみのある素材ですとか、うん、ドライバーの方と助手席の方がこう一体の空間に入れるっていう、こういうフローティングな造形、うんうん、こういったところが非常に今回大切にしたところです。うん、やっぱり女性の開発責任者ならではのこだわりみたいなのって出たりしたんですか。実は私よりもですね、うん、チーフデザイナーの方がもっと繊細な感性を持ってまして、うん、やっぱりチームの提案を、うん、しっかりとその思いを受け止めて後押しするっていうところに私は注力してきました。うーん、はい、なるほど。じゃあどっちかっていったら走りの方での意見をたくさん、はい、どちらかというとそちらにこだわってます、はい、そうなんですね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。